こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はクリスタルダンジョン攻略連動装備召喚の性能解説していきたいなと思います。ちょっといつもと雰囲気を変えてですね、ガチャ画面から性能を見ていこうかなと思って、特に深い意味は全くないんですけどね。はい。ということで、今回ですね、FF4 のイベントも一緒に始まってるんですけど、ちょっと珍しいパターンで、それだけではなく FF4 キャラだけではなくカイアンも一応入ってる、クリスタルダンジョン攻略という名目のガチャになっているんで、今回のですね、全てのキャラ、ヤン、アーシュラ、それからカイアンについてはシリーズ特化キャラっていう位置づけかな。もうキャラ自体がシリーズ、ほとんどの必殺技でシリーズ追加効果が、あるようなタイプになっているので、最後にまとめもやりたいとは思っていますが、その辺も含めてですね、皆さんの手持ちで、足りないものがあればという感じになってくるかなと思います。はい、ということで、まずですね、カイエンの新しい専用アビが実装されたんですよ。やべえ、この画面で早速もう説明できなくなってる。カイエンの専用アビがあって、ね、一つ目のやつが、これかな、敵単体に耐久時間の長い7回連続の炎属性物理攻撃ってものがあって、これは強いよね。ちょっと耐久時間の長さはね、目をつむるというか、他のね、耐久時間短縮とかで補うことができるんで、そういったものを駆使すれば強いよというものでした。じゃあ2つ目どうなのっていうと、これ。敵単体に4回連続の炎属性物理攻撃、自身のサムラーアビリティ待機時間を2ターン短縮するというもので、要は、この待機時間の長い第1専用アビの待機時間を短縮しようぜと。第2専用アビでっていう効果内容なんだけど、それするぐらいだったらって感じしない？せっかくこの7回攻撃、ちょっと珍しいタイプの7回攻撃の専用アビなのに、これを連打せずしてわざわざ待機時間短縮のためにこの4回連続の専用アビ使うっていうことなんですよ。それだったら他の手段で待機時間短縮してあげた方が絶対いいし、もうなんだろうな、カイエンはもうひたすら専用アビ連打の方が絶対的に強いと思うので、優先度相当低いと思う。例えばね、シンクロとか使ってるとき、シンクロ右アビとか挟んで、左アビも織り交ぜて戦っていくみたいなさ、なんか自然と右アビと左アビ両方使うような場面であれば、手持ちとかね、そういった状況であれば、もちろんね、いいと思うし、あとはゲージ貯めるとき、必殺ゲージ貯めるときね、最初の本当だから数ターンだよね。2、3ターンだけ、この右アビ、待機時間短縮しながら殴っていくみたいな、それぐらいになっちゃうと思うんだよね。使い道で言うとね。しかも、これがただの待機時間短縮じゃなくてさ、サムライアビリティの短縮っていうのがちょっとめんどくさいよね。だから普通の必殺技発動とか、そういったものは待機時間短縮されません。ので、ますますこれわざわざ作る価値あるっていう感じになってくるんで、よっぽど開演愛がある方、あるいはなんだろうな、 FF6 のダンジョン、よっぽど勝てない方とか、あと単純に素材が余ってる人とか、そういった方向けになってくるのかな。とりあえず開演はこっちのね、必殺剣列だけとりあえず作っとけば OK。で、なんか物足りないなと感じた方だけ、必殺剣尺作ればいいんじゃないかなっていうイメージだね。はい。僕自身も当然、カイエンの装備自体持ってないからね、作ることはないと思いますが。ということで、見ていきましょうか。上からだね。上からだね。はい。まず、ヤンの究極審議。こちら、変わってるところで言うと、地属性アビの2回使用時、味方の砲シリーズの生存人数に応じた追撃、進撃ヤンを発動。3人以下だった場合、自身の地属性アビのダメージ3ターンアップ中。で、4人以上だった場合、味方全体の全属性だね。全属性アビのダメージを3ターンアップ。っていうことになります。これはですね、一応属性ダンジョンであったとしても、地属性アビのダメージはアップしてくれるので、属性ダンジョンでも一応使えるっていうことはありますね。で、一応ヤンとアシュラに関しては先ほど冒頭でね、シリーズ特化キャラとは言ったもののですね、地属性ダンジョンでも2人で使えば意外と強い、全然強かったりするので、前なんかのダンジョンで使ってみた動画確かやったと思うんだけど、めちゃめちゃ強いので、意外とね、まあほとんど2人セットが前提みたいなところあるけど、かなり強かったりするから、まあ持続性アビのねダメージアップ中だから、まあ他のキャラでこれができるキャラも相当限られてくるからさ、まあ強いとは思います。はい。ただこれがですね、ヤンの特徴として他の必殺技、シンクロだったり覚醒だったりも結構バフがふんだんに含まれている必殺技が多かったりするので、まあ、わざわざ究極真偽これ使うかって言われるとちょっと、微妙なっていうところはあったりするんだよね。ちょっと軽く触れていくとですね、例えばヤンの必殺技でいうと、まず D 角、今回も復刻されていますが、これ4シリーズの生存人数がに応じてですね、味方のフェイタルダメージ2ターンアップとか、それからジェシーの待機時間2ターン短縮、2ターン限界突破レベル1アップとか、こういった効果がつきつつ、さらにデュアルシフトしたタイミングで味方全体の攻撃魔力、防御、魔防アップ、これつまりフルバフだよね。フルバフが発動してみたりとか、それからヤンのシンクロを見てみると、こちらもまた4シリーズの生存人数追加効果で4人以上だった場合、一定時間味方全体のクリティカル時のダメージアップ、物理攻撃3ターンアップ中、味方にアーシュラがいると自身に愛のフライパン2個不要ということで、めちゃめちゃ強いよねで、さらにもっと言うと、覚醒かな、覚醒2の方かね、こっち愛の襲撃、これまた4シリーズの生存人数のうち追加効果ということで、4人以上だった場合、味方全体の待機時間1ターンなし、一定時間味方全体の弱点ダメージアップ中という効果までくっついているので、結局、しかも全部ついてるの、ダメージアップ中なので、倍率自体一緒なんだよね。ただ効果内容というか、種別が違うだけ。何に対してのバフかっていう部分が違うだけで、大体倍率一緒なので、暴論ね。極端な話、倍率一緒だから基本どれ使っても一緒みたいな感じがあるので、結局、究極真偽の代用ってできちゃうってことなんだよ、結局。他の覚醒なり D 角なり、シンクロなりでね、そういったものを使えばできてしまうから、すでに、要は究極真偽以外の今挙げたような必殺技持ってる人が、わざわざ究極真偽取ってまでやるかって言われるとちょっと微妙なんだよね。どっちみち、そんなに必殺技があっても使わないっていうね、使えない。使えないが正しいね。ゲージがだって、ね、覚醒、シンクロ、D 角、究極真偽で8ゲージ必要なわけですから。8ゲージ使う戦闘ってなかなかよ。戦闘時間もう40秒とかさ、50秒近く戦ってれば、まあそんなにゲージ使うっていう場面も出てくるかもしれないけど、まあ少なくとも30秒切りぐらいであれば、8ゲージなんて使わないよね、まずね。だいたい4ゲージぐらいで済んじゃうような、感じがあるので、まあそこまでして欲しいかどうかっていうところですね。まあ全て合わさったとき、一応全部種別が違うバフになるから、全部重複するんですよ。えらいダメージになるけどね。えらいダメージ。まあ、それこそ本当にロマン運用になってしまうので、まあ、現実的じゃないというところを考えると、まあ、例えば、ヤンの装備今まで何も持ってなかったよって人が、究極真偽、それから今回復刻されて D 角合わせて使えば、まあ、強いんじゃないと。味方のね、全属性アビのダメージアップしつつ、自身のね、限界突破レベルとかアップしながら、ね、フルバフもして、殴っていけるみたいな。そんな感じの運用になるしね。まあ、あるいはドリセルとかでシンクロとか覚醒とってももちろんいいんですが、なので、ちょっとやりすぎ感があります。なんで、逆に言うと、選択肢が多い。必ずしもその究極真偽取る必要ないし、必ずしもね、そのシンクロを取らなきゃいけないっていうわけでもないので、まあ、その辺は、まあ、出たもので、組み合わせるだけでも強いよっていう感じかな。はい。まあ、何にしてもですね、シリーズダンジョンにおいてはとてつもないバッファーになるので、まあ、使ってみるとも結構楽しかったりしますね。ヤンとアーシュルに関してはね。はい。それから今回新しく実装されたところで、星7レジェマってのはね、持続性アビ3回使用するために自身の待機時間3ターン短縮する、持続性のダメージアップ小、バトル開始時自身の ATB ゲージ蓄積時間1回短縮するということで、待機時間短縮にどちらかというと重きを置いたような、ものになっていてですね、既存のこのダメージアップ小の、レジェマっていうのは上位互換ということになっていますね。持っていたらひたすら便利。あと特にシリーズダンジョンとか、あとまあね、来週追加予定の天命文句とか、ああいったダンジョンでちょっと待機時間短縮させるのが難しいような場面において、こういったものがね、自分で待機時間短縮できるのは相当でかいなというところだね。これ一度発動してしまえば、途中で必殺技とか挟まない限りは基本もう無限に待機時間短縮できていくので非常に便利。しかもこれがね、アビリティの待機時間とかではなく無条件の待機時間短縮になってるんで、必殺技とかの待機時間ももちろん短縮できますからね。これ非常に使い勝手のいいレジェマンテということだと思います。はい、そんな感じじゃないヤンは。で、次がアーシュラ。今回アーシュラ追加されたのが究極真偽ですね。はい、でこちら変わってる効果で言うと、まあヤンと全く同じく地続サービス2回使用時に味方の砲手リーズの生存人数に応じた追撃、これ1回までです。で4人以上だった場合、一定時間敵単体の全属性体制2段階ダウン、味方全体の待機時間2ターン短縮する。3人以下だった場合、地属性体制2段階ダウン。まあこれも一緒だね。要はヤンが、バフで、こちらは属性耐性ダウンと属性耐性デバフっていうことになるので、まあやっぱりヤンとアシュラひたすら相性がいいということだね。2人入れていけば、まあ、バフもデバフも両方完備してるよということです。でなおかつアーシュラの場合だと究極真偽で2段階デバフができて、確かシンクロかな。はい、シンクロでも砲シリーズの生存人数4人以上だった場合3段階ダウンくっついてるんだよね、全属性耐性なおかつ一定時間攻撃魔力防御の魔法アップ、フルバフもくっついています。まあヤンの D 角でもできるんで、まあすごいよね。どうやってもやっぱりシリーズ特化キャラということなんですが、でなおかつ、アーシュラについてもですね、まあ、D 角とか こちらもですね、砲シリーズの生存人数に応じて一定時間味方全体のクリーズ 100%、それからクリティカル G のダメージ2ターンアップ、自身の限界突破レベルアップとか、こういったものを持っていたりします。であと覚醒2かな、覚醒2か、これまた強いよね。結構最初にこれ実装された時は褒めたと思うんだけど、一定時間味方全体の物理攻撃の待機時間を短縮するっていうやつで、まあ、クイナのシンクロとか、まあ、エアリスのね、覚醒第2覚醒とかにくっついてるものと全く一緒です。まあ、こういったものがあるんで、その何が言いたいかっていうと、究極真偽打ってるゲージなくねっていうこと、どれも優秀すぎちゃうんだよね、なんか要するに。なので、取捨選択になっちゃうと思う。結局何を優先すべきかっていうところになってくるし、やっぱシリーズダンジョンとか天命ダンジョン、さっきもねヤンのとこでも触れたけど、やっぱ待機時間短縮ってかなりでかいからさ、しかも物理攻撃の待機時間だからね、これでかすぎるので、アーシュラを使う上でこの第2覚醒を絶対使いたいから、まずここで2ゲージ消費しちゃう。でシリーズダンジョンであれば当然ね、やっぱクリ率アップとか、あと天命文句にしてもね、クリ率アップは必須でしょということで、この D 角使いたいじゃん。 D 角のデュアルシフトしてモード2ね、味方全体のクリ率 100%、 これ使いたい。じゃあ4ゲージ使っちゃう、ってなるじゃん。じゃあ残りもう仮に使えたとしても大体あと6ゲージぐらいですよ。じゃあシンクロか究極真偽どっち打つかって話になってくるわけで、シンクロ見れば、全属性耐性デバフ、それからフルバフがくっついていて、じゃあ究極真偽で見るとこの全属性デバフ、あと待機時間2ターン短縮っていうものがくっついてくるわけだよね。まあシンクロでもよくねっていうコーツつけがたい感じがあるよね。で D 角とシンクロと D 角と究極真偽、もちろん単純なねアビの倍率で見ればD 角究極真偽の方が倍率出せるダメージとしては高めなんですけど、まあそこまでなんていうの劇的な違いがあるわけでもない。なんかシンクロか究極真偽になっただけで今まで勝てなかったようなダンジョンが勝てるようになりましたとか、そういう話じゃないので、例えばね、D 角究極真偽の併用でタイムが2秒ぐらい縮まったっていうのは分かるけど、勝てなかったものが勝てるようになったみたいな、そんな劇的な差はないので、正直別に例えば今の僕のねまさにこの手持ちの中で言えば、まああえて究極真偽取る必要もないかなみたいな、そんな感じになっちゃう感じなので、まあ皆さんの手持ち次第。本当にアーシュラの装備何も持ってないよ、これから集めますって人であれば、とりあえず今回のガチャ引いてみて、例えば究極真偽 D 角出たならそれはそれで全然いいし、例えば D 角しか出ませんでしたっていうんだったらドリセレでじゃあシンクロもらおうかみたいな話で、まあ、それでもう全然4シリーズの、ね、ダンジョンも勝てるだろうし、あと天命文句とかね、そういったところもいけると思うので、その辺はやっぱり、うん、手持ち次第にも寄ってくるかな。だから別に、そうだね、ヤンもアシュルも結局究極主義にあろうがなかろうがっていう既存の装備でも別に大丈夫だよっていうところかな。なんで、まあ、出たら当然ラッキーだし、使い道は当然あると思うんだけど、必須ではないっていう感じかな。はい。で、あと4シリーズの LB チェインが今回実装されたんですかね。はい。まあ、他のキャラと大して変わりませんね。これ自身の待機時間2ターン短縮する系です。はい。で、あと星6戦技が実装されましたかね。第2星6戦技かな。うん。必殺ゲージが1溜まるってやつ。じゃあこっちの星6戦技何なのっていうと、これがね、意外と弱点ダメージアップのね、レジェマじゃない、星6戦技なんだよね、これがね。はい。っていう感じです。で、最後になりますが、カイエン。装備が貧弱すぎる。超絶から新奥義に飛んでんのやばいな、こいつ。はい。で、今回追加されたのが究極真偽だね。こちらもですね、このアビ2回使用時に味方の6シリーズ生存人数に応じた追撃ということで、まず3人以下だった場合、限界突破ダメージと自身の待機時間3ターン短縮する。4人以上だった場合、限界突破ダメージプラス味方全体の弱点ダメージ3ターンアップ中という効果内容になっております。6はね、一定時間の弱点ダメージアップができるモグがいるんだよね。モグいたらさ、モグいるからね、大抵の人もほとんどさ、ユーザーの7割ぐらいはモグの覚醒2のみんなでダンシング持ってると思うんだよね。なので、それがあれば、もはや別にわざわざ開演でやる必要ないよねっていう感じがしてくる。ただ、これは重なると思う。ターン数違うから。モグが一定時間の弱点ダメージアップ中と、で、カイエンが3ターンアップ中だから、一応重なるかな。重なりはするけど、大抵の場合って、フルバフ要員としてモグ連れてってる方多いと思う。まあ、偏見だけどね。まあ、もちろん他のキャラでもできるんだけどさ。っていうところもあるので、若干、そういった意味では優先度落ちそうかなっていう気はするよね。で、さっきのヤンとアシュラと同じようにですね、カイエンも究極真偽の前にまず使っておきたい必殺技っていうのが結構あって、シンクロがまあ、とにかく強いんだよね、カイエンって。これ、まあ、復刻装備なんで、多くを語ることはないんですけど、すごいバフがくっついてんだよね。4シリーズが4人以上いたりするとね。なおかつ、これシンクロでフルバフついてるしね。で、あとね、シンクロと相性いいものといえば、こういう D 角とかね、こういったものはあります。で、モード2についてもですね、やはり生存人数に応じて追加効果で、全属性耐性3段階ダウンとか、それから覚醒とかでもですね、こういったものがくっついてます。待機時間3ターンなし、3ターン自身が侍アビ使用時にもう1回放つとかね、こういったものがくっついているので、しかもこれもフルバフついてんのか。すげえな。さすがだぜ。さすがシリーズに重きを置いたキャラだね。すごすぎるわ。まあ、なので、もう開演自体がですね、シリーズ、FF6 シリーズに特化したキャラ。で、なおかつ、開演の場合だと、属性ダンジョンで使ってもちょっと微妙なんだよね、強さ的に。もう本当になんかもうシリーズでしか生きられないような、キャラになっているので、まあ、それを考えるとですね、あれ開演って、いいレジェマテもらってるし、物理攻撃のダメージアップ中のレジェマテ持ってんだ。何？そうだったっけ？そうだったんだ。そうだったっけ？もう持ってるな。すげえな。僕の必殺が微妙すぎて、忘れてたけど。強いな。強いな。で、あと、星7レジェマテ今回追加されたやつ、サムラービリシャ、3回使用時にもう1回放つ。バトル開始時自身の ATB ゲージ、近づき時間1回短縮する。待機時間3ターン短縮するということで。まあ、立ち上がりが早くなりつつ、なおかつ確率に縛られない、追撃ということでですね、まあ、いずれにしても FF6 シリーズどうしても勝てない人ね、クリスタルダンジョンのケフカとかね、極限ケフカとか、まあ、あるいはハリウの6とか、どうしても勝てません。でも、なんとかして勝ちたいって人は、とにかくカイエンの装備さえ揃えてあげれば、まあ、どうとでもなるよねっていう感じ。あとは、まあ、炎属性デバフができる、まあ、エドガーとかね、そういったキャラを一緒に添えてあげれば、まあ、海炎自身もね、全属性デバフとかもできたりするんだけどね。結構とんでもないキャラなんだよな、こいつも。バフデバフが一人で完結できてしまうっていうね。まあ、まあ先ほどから何度も言ってる通りですね、ただ、そこまでしてるゲージがあるのか問題がどっちにしても出てきてしまうので、皆さんの手持ちの、なんだろう、海炎の潤い具合にもね、寄ってくると思う、今回の究極審議とか。まあ少なくとも D角は必須だと思うんだよね、今の環境から言えばね。あえてその高難度に今から立ち向かおうとしてるのに D 角なしは結構、あえて D 角なしは意味がわからないので、とりあえず D 角を求めてガチャをして、その後究極審議が出なかったら、まあ、考えるかなみたいな。ドリセレでシンクロとかね、覚醒もらうか、まあ、そのままガチャ突っ走って、究極審議をもらうかみたいなところにもなってくるとは思いますね。まあ、そんな感じかな。で、あと LB チェインとかね、星6戦議等も実装されておりますが、まあ、その辺のやつはさっき言ったアシュラと内容変わらないので、まあ、割愛ということでいきましょう。はい。ということで、まあ、長々とお話ししてまいりましたが、まとめいきたいと思います。今回のガチャはですね、4と6シリーズの特化ガチャということになっております。もうどうしても4シリーズのクリスタルダンジョン、例えばゼロムス勝てません、ケフカ勝てませんっていう人が引くべきガチャかなと。まあ、救済措置だよね、もはや。もうヤンとアーシュラ、カイエンさえ揃ってれば、シリーズダンジョンなんてクソぬるゲーだぜっていう、そんな感じの雰囲気があるね。で、一応今はね、まだ開催中のドリセレがあるんで、足りない部分ね、シンクロとか覚醒欲しかったらそっちで、ゲットするっていう手も全然あったりします。ちなみにですけど、まあ僕も今回、もう完全使う予定でいるんですけど、天命文句ね、来週の12月の9日から始まるダンジョンで、ヤンとアシュラ使っていけると思うので、普通に、文句枠としてね、シリーズ特化だけではなくね、うん。なんで、ぜひそちらもですね、見越して、まあ、それに関してはまだね、なんだろうな、来週の文句が始まってもこのガチャ引けるから、僕が実際やってる攻略動画、ヤンとアシュラ、本当に使えんのかよ、おいって半信半疑の方は、ぜひそちらをね、見ていただければと思います。なるべく早く、今回は攻略動画アップしたいなとは思ってますので、よろしくお願いします。といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。